気に駆け抜けましょう。はっ、パーミット戦結界よ。交代しますね。ハーミット戦、ハーミット戦、よっ、雪の話のクマドライブ、それそれブレイカー、ハーミット戦、ハーミット戦、ハーミット戦、勝負になるのみです。あとは任せたぜ。ハーミット戦レベルアップです。ほっほっ、よし、ゲットだ。よっ、ほっほっ、なるほど、厄介です。駆け抜けるしかねえだろ。ハーミット戦、下がれ、攻撃の間だ。やーっ、やーっ、やーっ、はっ、結界よ。イグニス・ブレイク、ええ、ハーミット戦、よっ、じゃあ、じゃあ、はっ、なるほど、じゃあですね。結界よ。それではいただきます。ハーミット戦、よし、うん、変わります。ハーミット戦、よっ、結界よ、ライバル、交代します。宝箱見て、強大です、厄介ですね。砕けて、結界よ。ハーミット戦、
して。やりましょう。さあ、かなりいいものですね。パーミットシェル。駆け抜けるしかねえだろ。交代するぜ。イグニス。イグニス。宝箱見て。しますね、ハーミットシェル。ここは一気に駆け抜けましょう。手強いグリードどもがうろついてやがるな。タフさなら自信はあったんだけど。よくやっている方だろう。その調子でなんとかついてくるに、 XRC としての心意気を見せてもらうためにも。ああ、もちろんそのつもりだ。それにしても恐るべき戦闘能力ですね。ソウルデバイスの扱いにしても賛成力の使い手と遜色はありませんし。死に物狂いで訓練と実践を積んできたからな。単になすべきことを淡々とこなしてきただけの話だ。今さらだが、先生はどうして国防軍に。大切な人のためってのは。まだ俺を先生と呼んでくれるか。ま、別に大した話じゃない。確かに俺にもあったのさ、お前たちと同じ何気ない青春の日。俺には幼馴染がいた。小学校から高校までずっと同じ時を過ごして、どちらの家も貧しかったから奨学金目当てで励まし合ってきた。そしてなんとか東京にある同じ国立大学に合格できたんだ。俺は合格と同時にあいつに思いを打ち明けた。双葉は、あいつは涙ぐみながら受け入れてくれたな。春から東京でこれまでと違う、そしてずっと変わることのない。だが3月15日上京した俺たちの前にその最悪は降りかかった。混乱の最中、現実世界に現れたエルダーグリードに襲われたんだ。俺はあいつを守ろうとしてあっけなく怪異に吹き飛ばされ、あいつは、双葉はそんな俺の上に覆いかぶさった。そして怪異の爪が震われくぐもった悲鳴を聞いた瞬間、俺は適格者として目覚めた。俺は無我夢中でそれを振るって、だが全ては遅かったんだ。双葉は、俺の幼馴染はゆっくりと静かに息を引き取った。2ヶ月後俺は入ったばかりの大学を辞めた。勧誘してきた国防大学の編入試験を受けるために。あなたも。あれは先生。ま、昔の話だ。お前たちはこれからだろ。全てはこの先に待ち受けている。
最悪を乗り越えた向こうにある、それぞれの大切なもののために何としても乗り越えるぞ。おう！俺はあいつを、この日常を絶対に失うわけにはいかねえ。何があっても乗り越えてやる。終点が近そうだ。最後まで気を抜くなよ。五郎先生の方こそな。シュート！シュート！やっやっはっ！シュート！はっ！やっやっ！シュート！はっ！やっ！宝箱。
ゲットだ。
半端ない感じかも。というか最後までたどり着けるか怪し、弱気になってんじゃねえ。時坂たちも踏ん張ってるはずだ。へこたれてる暇はねえだろ。今はとにかく一歩ずつ進むしかねえ。しよせええ、ひたすら前に行きましょう。私たちなら必ず乗り越えられるはずです。おう、みてえだな。お宝ゲットです。よっ、
するぜ。イグニス・ブレイク。イグニス・ブレイク。お互い無事で何よりだ。なんとか採用にたどり着けたようだな。ああ、この先に。今のは？ええ、間違いありません。どうやら最後の大鳥みたいね。やれやれ、ついにラスボス戦かな。XRC、 ここまでよくついてきてくれた。もう時間もあまりない。覚悟を決めたら早速突入するぞ。はい。ああ、突入開始。気を引き締めていくぞ。ああ、
撃に使うつもりか。化け物が。絶対に。ええ、放置すればあれは第二の最。ここで確実に止めなくてはな。あんな悪夢は二度と繰り返させねえ。何よりも俺たちの町を今こそ全ての元凶を打ち砕いてやる。作戦開始。目標を撃破する。死力を尽くすぞ XRG。 ああ、任せろ。シュート！ 愛し狂う！ ノーバン！
勢がどんどん変化してきやがる。各自有利な属性を見極めつつ攻撃するがいい。おい、沖坂。時坂、聞こえるか？時坂くん。ここ？よかった。二人とも大丈夫そうです。意外かは。先ほど無事に収まった。やれやれ。戻ってきたら気を失っていたから心配して、かなりの死闘だったし、しかその割に先生はピンピンしてるっすね。まったくさすが軍人ってところか。それで、あの落とし子は？あそこだ。あの破片は？奴を封じ込めていた機動核のフレームだ。1836時点で異界反応の完全消滅を確認した。そうですか、よかった。ありがとう、お前たち。五郎先生、お前たちのおかげで全てに片をつけることができた。これで10年前をやっと終わらせることができる。そっか、これで森宮市に潜んでいた真の元凶は消え去った。今後は異界化も滅多に起きなくなるはずよ。 XRC の目的。そうか、これで終わりか。ええ、お疲れ様。ちょっと寂しい気もします。そうですね、得難い経験でしたし。まあ退屈はしなかったかな。せっかくだ、どこかで打ち上げでもするか。賛成賛成。トワ先生やスピカのみんなとかも呼んじゃおう。スピカはまずいだろ。確かにしおりやりょうた、ジュンも呼びたい気分だが。にぎやかだな。頼もしい若者たちですね。サンサもお疲れ様でした。ああ、お前たちもな。おかしい、どうした？先ほどから静かだな。夕闇の気配が消えていない。夕闇の気配、それってオルデンの刻印騎士ならではの霊感。確かなのか？わからない。だが、ちょっと待って、すべての元凶はちゃんと倒しました。うわっと、びっくりさせ。誰からだ？しおりだ。もしもし、どうした？
おいおい、しおり、寝てなくてもいいのか？まだ熱があるんなら。こちらは地上300メートルの展望フロアとなります。東沈む光景をどうかお楽しみください。おい、しおり、お前ひょっとしてアクロスタワーにいるのか？こっちゃん、この感覚は、バカ、これは虚空心。そんな起きるわけが。彼女だったとは。いけない。